今日は運動会や修学旅行など学校行事で活躍する学校カメラマンについてです。高齢化などで人手不足が深刻だといいます。子どもたちの思い出を収めるため駆け回る学校カメラマンに密着しました。生き生きとした姿、何気ない瞬間をフレームに切り取ります。やっぱ写真撮ってもらって嬉しい。嬉しい。気軽に笑顔を向けてくれる立場でありたいなと思いますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、近いな。はい。OK。この日は運動会。全力で走る子どもたちに大きなカメラを向ける人の姿が。応援する児童の横でも、西脇拓さん、学校と契約し運動会や修学旅行などを撮影する学校カメラマンです。そうですね、今日は2000枚とか3000枚ぐらいになるのかなと思います。子どもたちの思い出を収めるやりがいのある仕事。しかし今ある悩みを抱えています。うちも14校今日運動会かぶってるので、カメラマン集めがもう本当に大変でした。特定の時期に集中することがある学校行事。例えば春は入学式や卒業式、5月から6月は運動会や修学旅行。多くの学校から仕事を請け負うため一人で撮影できず、他のカメラマンを探します。しかし県内だと十日町とか佐渡からも来てもらってますし、県外も東京と福島から来てもらってます。後継者がいないこととか、新たにこう若い人がなかなか入ってこない業界なので、ちょっとやっぱり人手不足というか。東京商工リサーチの調べによると、去年1月から8月写真展の倒産は過去最多に。カメラマンの人手不足が深刻となっています。背景の一つはスマートフォンの普及。撮影が身近になったことが要因の一つと考えられます。新潟市東区で写真スタジオを運営する田中大輔さん、ポートレートや学校での撮影をメインに活動しています。スマホでやっぱりその自然な表情をね、撮れるっていう風な利点もあるんでしょうけど、まあ、我々だからこそ撮れるっていうのもあるし、それはまあ一長一短どちらでもあると思うんですけどね。卒業アルバムの制作も請け負う田中さん、レイアウトには気をつける点があるといいます。特に小学校なんかの場合は、まあ、そのお子さんが何回出てくるかっていうのはかなり重視されるので、表情のいいやつとかいいカットのものを選ぶんですけども、まあ、それをまあ先生に見せた時にそれを全部チェックしてもらって、まあ、この子が多いので差し替えっていうのは結構あります。スマホでは表現できない一枚を撮影したいと考えています。親御さんの行けないその修学旅行とかそういったものも、我々だからこそ要するにすぐそばまで行って撮影できるというのがあるので、写真を撮る子が増えてきているので、昔とちょっと違うので、そういう子はやっぱりね、そういう現場にやっぱり入ってきてほしいなっては思います。はい。学校カメラマンの西脇拓さんです。児童が写真を選ぶ体験型の卒業アルバム作りを提案し、写真をより身近なものにしようとしています。 iPad を見ながら写真選びしてほしいなと思ってます。だから本当に簡単にできるので、皆さんには苦労はかけません。学校という場所での撮影は事故などが起きないよう、時に慎重な対応が求められることも。写真業というよりはもう多分企業として学校とどういうふうに関わっていくかっていうところも試されているんだろうなと思うので、子どもたちの中に溶け込みシャッターを切る西脇さんの存在は、学校にとって欠かせない存在になっています。光の当て方とか角度とか
自分の知らないところができないところとかを撮ってくれる。自分も将来やりたいなって思いました。まあ、子どもたちのいいところっていうか活躍しているところをいっぱいこう見つけて、それを何とか残してもらうっていうふうにやっていくのが、まあ、地域の写真館としてプロの仕事なのかなというふうに思っています。違いをこう見せるっていう意味では私たちもまあ引き続き頑張っていかなきゃいけないなと思ってます。はい、前のセンターを固めようか。高齢化や担い手不足に直面する学校カメラマン、それでも子どもたちの思い出の一枚を残すため今日もシャッターを切っています。